今日はですね、薪ストーブを安全に使うために、いろいろやっていこうと思うんですけど、前回ですね、はい、薪ストーブをまあ開封みたいな感じで、まあ、レビューをしたんですけど、ちょっとですね、やっぱり煙突が高さが出るもんですから、風の影響とかね、あとはその地面がちょっと傾いてたりすると、不安定かなということで、まず煙突を固定するための、ものをね、付け足していこうと思います。はい、まあ、プチ DIY ですね。で、その時の動画では、スパークアレスターを買おうと思ったんですけど、まあ、一応、ワンチグリスのこの薪ストーブは火花が出にくいということで、まあ、スパークアレスターはいらないかなって思ってですね、この既存の煙突に3箇所穴を開けて、このペグダウンできるようにね、ロープを3本ですね、やっていこうかなと思います。はい。はい、それではですね、まず購入品の紹介なんですけど、こちらですね、M6、ステンの M6 の15ミリ長さ、首下15のものです。金額が238円でした。はい、次はこちらです。ステンレスのリングです。が3つですね。金額が1個59円。はい。で、3つで177円。はい、お次はこちらです。ステンレスのアイナット3つです。金額が1個224円。3つで672円。はい。はい、お次はこっちです。セーフティーフック、まあ、カラビナみたいなやつですね。金額が1個110円。3つで330円です。はい。はい、最後はこちらです。ステンレスのワイヤーになります。金額が1個346円。3本で1038円。はい。以上が購入したものになります。はい。はい。じゃあそれではですね、次は煙突に印をして3箇所穴を開けようと思います。で、まず使うのはパソコンでコピーした三等杯の図形。はいはい。これと、まあ、直角が出せるものですね、一応スクエア的な感じになります。まあ、定規でも何でもいいと思うんですけど、はい、それではですね、こいつが前回一番上に使ったものなんですけど、こっちが上方向になるんですよ。はい、こっちが上方向になるんで、ここのジョイントよりちょっと下ら辺に開けようかなと思います。ここに開けた時にさ、なんかまた上に付け足したい場合邪魔になるからさ、そうだね、下の方がいいかなと思って。だからこれで言うとどのぐらいだろう、上から、まあ、7センチぐらいのところに開けようかな。はい、まずはですね、この図形のだいたい中心にこのパイプを持ってきます。まあ、だいたいね、こう上から覗いてさ、はい、だいたい中心に持ってきます。うん、で、7センチのところに印をするんですけど、まあ、うちにはちょうどこのいい感じの定規が、あったね。あって、で、ここのほら、等配の線があるじゃん。で、こことここの、これでも直角出てるから、ここで7センチのところにちょっと印をしてあげて、またこっちも同じように3箇所ね。はいはい、7センチ。はい、次にですね、このパイプに穴を開けるんですけど、こんな感じで棒を固定して、はい、クランプで、でこれの裏の受けとして、こういう風にね、差し込んで使おうと思います。はい、これ釘なんですけど、ポンチ代わりにこいつにまずきっかけを作ってあげて、で下穴を開けて、うちはM6 使うんで、6.5 ミリぐらいの穴を開けようと思います。はい、こんな感じで、ね、いいですか。はい、溶けました。はい。
あ、そんなにでもさ、角張ってはないんだね。うん、もうちょっとピーンってこうなるのかなと思って。ここのさ、見えるかな、角が潰れたらダメなの。端っこの、うん、ここの角。あ、そうなんだ。ここの角が潰れたら、うん、もう全然切れなくなる。へー、うん、いいだから。あ、いったね。うん。はい、次はですね、あの早速ステン の, あのボルトと、うん、このアイナットですね、うん、を止めていこうと思います。はい、でちょっと入れにくいから、これで六角レンチを入れたままこう差し込んでみようかな。明日からね。うん、ほら、こんな感じで。簡単だよ。うん、これで。すごいね。ようこうやって考えつくよね。だからこれ、うん、褒めてるんですか。なんか単純、うん、ま、それは私の頭だからかな。単純なことしか思いつかないよね。うん、みんなこうやって思いつくのかな。うん、思いつくと思う。みんなレベル高いよ。そうなんだ、すごいね。うん、よし、こんな感じで。これでも動きません。うん、本当だ、足みたで、できました。綺麗にできた、ね、これにですね、うん、このリングをつけます。はい、でこれはですね、どうなるかというと、このリングはですね、あの先にこいつに通しとこうかな、ね、そっちから先に、うんうん、よくそんなの思いつくなと思って。でもね、ほんとあれ、やけどしそう。うん、なんだよね、うん、ちょっと怖いもんね。うん、何度か、お、危なって思った時があったから、うん、時が時があった。日本語ままならないからね、もう38年生きてんのに。最悪雨が降ってもいいようにこれをこうつければね。ん？はまる？向きを間違えたっていうオチじゃないかな。そうでしょ？え、まだ確認ちゃんとしなかったの？あ、に入る入る絶対。ちょっと待って、その言い方やめてもらっていい？ねえ、ちょっと。いや、これも上下があるんです。いや、あるけどさ。うん。それを確認ちゃんとした？ほら、入るよ。あっす、強気できた。ちょっとやめて。なんか自分でもちょっとドキッとしたでしょ。うん、こっちの角がさ、ちょっとこうテーパー状になってんのがあるじゃん。うん、角がテーパー状にさ、うん、こっちがちっちゃい方。今回はこのまま使ってみようかな。うん、そうだね。でこれはもうずっとこのままでいいんじゃない。うん、いいね。こっちにあのガイロープをつければさ、はい、先の方にね、うん、ちょっとじゃあ組み立ててみようか。
じゃあそれでは早速組み立てていこうと思います。で前回ねこれミスったのね。そうそう、このロストルが、うん、このロストルが横に立ってて、うん、でそれに気づかないでそのまま使ってたの、うん、で本当はこれをこう下に引いて使うのが正解です、うん、なんかさ、なんか火のつきがいまいちだなと思ってたのよ。あ、そうなんだ、まあ、みんな直に置いてやってんのかなと思ってさ、うんうん、まあ、不思議には思ってたの、何も言わなかったけどさ、うんうん、高さもそんなに高くないからね、うん、今ちょうど170ぐらい、うん、2メーター何センチだったっけ高さ。2メーター10センチぐらいだった気がする。ずっと正面がこっちだからこういう風にしようかな、こう3箇所こう引っ張れるように、うん、お3本なんかこれ高速でもある遊具あるよね。あるあるある、こうやってくる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 、あの座りながらでしょ。そうそうそう、あのブランコだっけ、うん、絶叫マシン乗らないからわかんないけど、うん、絶叫マシンと言っていいかわからないけど、うん、これ絶対倒れないね。うん、倒れない。うん、いいね、うん、やっぱ安心だわ。うん、ね、そうだね、これはした方がいいよね、うん、前回の燃えかすを再利用するね。うん、で最初ね、あの付け方ちょっと勉強したんですよ私。うん、何の付け方。この火の付け方。ああ、この間結構そのクズを使ったから。ん、どういうこと。いや、あの薪ストーブの付け方っていうのがあるんだって、うん、え、そうなの、うん、こう最初で一気に火をつけちゃうと、うん、あのこう本体がね、うん、歪みが出る、出やすいみたい。へえ。やっぱり熱がさ急激に加えられるとさ、うん、鉄もびっくりするじゃん。うんうんうん、そうなんだ。なるべくなら上昇気流を出すために、うん、あの奥の方から火をつけた方がいいんで。今日は少し風があるから城の扉っていうの、なんていうの、ダンパーちょっと締め気味に行かないと。失敗しそうだけど、うん、なんか前はさ、黙々と出たけど、まだ黙々と出ないね。火の量が足りないのかな。ね、あー、出てきた。このあー、出てきた。出てきた、出てきた。燃える？あ、でも燃えてるね。うん。ちょっと後ろをさ、今半分閉めた。ああ、そうだった。うん。あ、もう少しちょっと甘く。この。ニンニクと安納芋を焼いていこうと思います。キッチンペーパーを濡らして安納芋を包んでからアルミホイルで巻きます。はい、こんな感じでね。で今アルミホイルをこうお皿みたいな形にして、ここに塩を少々、オイルをたらーっと効かせようかな、乗せます。あんまり火に乗せてもダメらしいから、
炒め元で。そう。あ、すっごい匂いしてきた。ね。あ、本当だ。ニンニクの匂いがすごい。ちょっと心配だからひっくり返してみていけ、うん、あ、めっちゃいい匂いなんだけど、わー焦げとるんやけど、わー焦げとる、めっちゃよ焦げてるあ、焦げちゃった。そらそうだよね、うん、あー、めっちゃ焦げてる。この隙間から隙間っていうか見えると思うんだけど、ほら、火力が強すぎてさ、うん、ひっくり返してもうちょっとしたらすぐ焦げるだって300度だもん今中でコロ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 回してんの。そう、でも美味しそうなんだけどね。多分カメラで見たらもう焦げがかなりひどいと思うんだけど、うん、まあでも美味しそうだよ。めちゃくちゃ焦げそう。入りました。はい、うん、まあ一旦上にのしてみました。はい、でこれで締めますね。うん、で一応あのここの吸気はなるべく小さく、うん、ギリギリでこう火がいくようにさ、うんうん、で全体でこの炉内でいい感じでこう火がね、うん、回ってくれればいいんだけど。じゃあちょっと肉を焼こうか、うん、あれだったらさっきのさ、うん、あの金網の上にこいつ乗っけた方が、うん、そうすればいいじゃん。熱をちょっとでも逃がせるんじゃな。本当だ、私こうかと思った、違う、あ、この下にこれしてば、あー、なるほど、ちょっとでも熱を逃がせるんだな。でもさ、これでもよくな、ん、このやり方それだと多分熱伝わんないと思うよ。なんで？開けすぎて、え、この、うん、いやでもちょうどいいと思うよ、だって300度だよ、うん、もうやってみれば、うん、絶対これいいと思うよ。焼いていきます。ちょっと小腹を満たそう、うん、お腹すいた。ん、あれ10とは言わないね、10って言わないんだねもうちょっと火力を上げないとダメかな。いやでも中の芋がさ今度はそうね焦げちゃうでしょ。プツプツはなってんだけどね、うん、だから本当だったら多分こうやって調理するんだったら火力もちょっと上げて、うん、こういう鉄板とかスキレットで料理をするよ、うん、でそれが終わってだんだん火が落ち着いてきた時に、うん、そのこういうゆっくり系の調理、芋とかさ、あ、そうだよね、うん、火を火力をなるべく抑えながら、うん、あの消化に行くみたいな感じのさ、よし、じゃあ、はい、乾杯、乾杯。いただきます。うん、どう、いい、うん、もうちょっと塩がいいかもな。ああ、ちょっとあ、でも火はいい、ね、通ってる、うん、美味しいね、うん、美味しい美味しい。これマジ空腹だからいいやられないようにね。あ、だよね、うん、やられるよこれ、うん、美味しい。あ、キャンプ毎回しよう、ニンニクいいつまみになる、うん、いいつまみになる、これ毎回ね、うん、肉がちょっと焼けないんだけど、本当に、まあ、結構矛盾してる中と、うん、あー、そうだよね、芋を焼いて火を落とさないといけないのに上で火力が必要な料理をして本当だね、うん、かなり本当だ、本当だ、矛盾してるね。もうしょうがないじゃん、肉はもう地道に焼こう、じわじわと。芋がでかすぎる説だけど、あ、甘い匂いがする。え、嘘だ、うん、本当に、え、いましたよ、ちょっと甘い匂い、あんの芋の匂いちょっとしてない、え、うん、
しない、自分のニンニクの匂いしかしないくそマジで自分のニンニクの息の匂いしかしないありがとう。塩分トリュフ以外はね、でも肉には塩だよ、うん、うん、肉には塩、あ、うまっ、うまっ、あ、めっちゃ美味しい。じっくり焼いたら柔らかいんだな。全然これでもキャンプ、ちかキャンプは何でも美味しいね。うん、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 美味しいね、うん、これうまっ。あ、塩つけたらもっと美味しいね、うんうん、で、ちょっと時間的にはわからないんですけど、今、ちっちゃい方の焼き芋出してみました。どう、あ、あ、焼けてるよ、え、待って待って、お、あ、いやいや、あ、うわ、うわ、すげえ、すごい、見える、見えてます、うん、すごい、ホクホク、めっちゃホクホク、食べてみて、あ、半分ちょうだ、こっちでいいじゃん、待って、これ子供たちに食べさせてくれる、あー、そうね、ちょっとこれは、うん、ちょっと子供たちに、よし、じゃあちょっと大きいのも出してみようかな、よいしょ、おー、パン、うわー、あー、ホックホクだよ、あー、結構、でもちょっと芯が残ってる、あ、芯が残ってるところがあるね、あ、でもまあいいね、初めてにしてよ、ホクホク、上手じゃん、すごい、はい、熱いよ、熱いよ、子供たちに今やったんだけど、子供たちもちょっと暑すぎてまだ食べれてないから、ああ、本当だ、暑、うん、あの感想だけ教えてって今言って出てきたとこだったんだけど、あ、美味しい、めっちゃホクホク、ああ、キャンプで芋もいいよ、いいね、うん、最後の火を使って、そうそう、うん、美味しい、はい、ということで、うん、今日はこの薪ストーブの補強、うん、煙突の補強だ、ね、煙突っていうのかな、まあ、より安全に使うための工夫的な、うん、っていう動画ですね、うん、してみました、はい、まあ、実際やってすごく安定感があるし、結構今日は風があったんですけど、何も心配なくできたと思います、うん、まあ、私的にはこの補強はした方がいいような気がする、うん、安心だもんね、うん、まあ、その人それぞれなんだけど、うん、私はだいたい、だいたいみんな引っ張ってると思う、だよね、うん、だいたい引っ張ってると思う、まあ、実際やってみれば、あ、不安定だなっていうのは分かるからね、うんうん、はい、そう、なのでこれで今年の冬いろんな使い方をしていきたいと思います、はい、それでは今回の動画は以上になります、はい、この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Baby, I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you, and now I'm